始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。はい、我々元気させていただいております。ね、大丈夫ですね。はい、はい、2人は今塾通ってますか。今は小さい時ね、小さな頃は。今は塾は習い事ってこと。まあ塾です。今通える塾とかもあるんですか。お料理教室か。あ、そういうことも含めて。まあまあ、そうです、そうです。勉強会に行ったりはしてますけどね。そうですか、なるほど。今回、はい、大人が通う塾をご紹介したいと思うんですが、最初にご紹介しますのは、塾は塾でも株式投資の塾を行い、売買技術を伝えることに特化しています。初めてだ。こちらの企業様です。昨年、日本に存在する株主の数は5000万人を超え、そのうちの 97%、 4944万人は個人株主であるというデータが発表された。ここ10年だけでも1000万人近く増加している。その右肩上がりの市場背景には、新規参入する多くの個人投資家の存在があった。そんな高い注目を集める株式投資のビジネスを舞台に、少数精鋭にこだわった株式スクール経営で新規トレーダーを育成する富田塾を開催。自らの経験で得たノウハウ、そして知識を武器に、一人一人に適した資産運用の道を示し、投資家たちの夢を実現に変えるため情熱を注ぎ続ける男がここにいる。株式スクール富田塾、塾長富田康介。株式スクール富田塾では、富田流のトレード技術である株価チャートを駆使した実践的な売買のスキルを磨き、個人差の生まれやすい技術面もきめ細やかな指導でサポート。欧米と比べ株式投資に馴染みの薄い日本において、九州から東京まで全国各地へと運営を広げながら、個人投資家たちの技術向上を目指し続けている。今回は富田康介をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。富田さんはもともとはサラリーマンだったと、はい、伺ったんですが。サラリーマンでした。はい、もうだいぶ昔ですけども、まあ、学生ですね、学生を、まあ、学校卒業してから、うん、で普通に就職ということでやったんですけども、こうすぐ辞めてしまうんですよね。はい、で3年辞めてしまう、はい、3年続かないっていう、うん、で一番最初に入った会社なんですけども、もうその時もひどくて、まあ、上司にこう噛みついてですね、この会社辞めてやるってもう机ドーンとこう叩いてですね、でそのまま無言で辞めたことがありまして、で今考えると、まあ、自分自身が仕事できなかったのかなって、まあ、反省はしてて、まあ、もし今テレビご覧になれてたらここで謝りたいなと思うんですけども、でも今考えるとやっぱり自分がやっぱりできなかったのかなっていうのがありますね。はい、まあ、それは反省してるんですが、まあ仕事できなかったわけです、でもご飯を食べていかないかんということがあったので、こう悩んだ挙句、まあ、お金を貯めて、っていうところですね。で株しかないということ、あとなんかやることなかったですから。この業は合ってますか。もう富田さんに、僕には3年で辞めてないですから。3年、はい、そうですよね、はい、合ってます。そうか、はい、でこれはもう十数年やってますので、まあ、おそらく一生死ぬまでこれでやっていくと思うんですけど。そうだよね、仕事になるとみんな勉強もするし、はい、厳しいですよね、やっぱりきついですよね。いや、きつくないです。きつくないですか。半分趣味みたいなもんでやってます。あ、趣味みたいなもんでね、はい、ご自身の経験があったからだとは思いますけど、はい、どうして塾立ち上げようって思われたんですか。そうだよね、塾ってね、うん、まあ、自分のやったことが、を証明したいっていうのもありましたけども、あの調子が悪い時があるんです、でその時に自分の中でこう考えるわけです。なかなかこうラッシュが開かなかったわけですけども、はい、でまあ、いろいろ悩んだんです、どうしようかと。で、まあ、その時またまた知人が、株のことを教えてくれと
という話がこう来たんですよ、はい、で僕としては株、まあ、自分で考えた手法なんで、はい、それをわざわざ人にこう教えるっていうことは、とんでもないというふうにこう思ってたんですけども、うん、まあいいかなと思ったんです、うん、でその人にこういろいろ教え始めたところ、はい、自分の中にこうあやふやになってた知識とか考え方がこうまとまっていって、うん、で筋が通っていってこうぶれなくなってきたんです。人に伝えることで、はいはい、より、はい、そうするとこれ教えるっていうことが何か自分のためになるのかなというふうに思ったんです。そこで、で、まあ、そういうこともあったんで、うん、じゃ あ、まあ教えるっていうことは人にいいことをしてるんで、まあ、自分のためには自分的には自分の思ったことが思い通りになるという楽しみもありの、うん、ありましたんで、じゃあ教えようと、はい、いうことでスクールを始めたかきっかけですね。はい、そこになんかやっぱり自分で気づきがあったんですね。気づくみたいなことが。そうですね、だからそこで自分で教えなかったら、ね、うん、今ありえないっていうか、自分だけにこもって自分だけでこう内々にこもってると多分こういう現状はありえないかなっていうふうに思ってます。サラリーマンから投資家の世界へと転身し、現在株式スクール富田塾を開催する富田、自身の経験を生かしたその運営方法とは。富田塾の特徴って何だと思いますか。特徴、はい、特徴はですね、実際株式投資っていうのは難しいものでリスクを徹底的に教えて、難しいですって言ってます。会社行かなくて自分でやるがゆえに自分でそれだけ本読んだりセミナーに通ったりしてるわけですもんね。はい、その影の部分が周り見えないんで、そうですよね、はい、安易にこうそういったことの人にこう飛びついてしまうというか、はい、で結局まあね、投資詐欺っていうふうにこう、うん、要はこうある程度のリターンを求めようとすると必ずリスクがいるわけで、はい、そのリスクを説明しない、うん、それはもう、うん、国もそうだと思うんですよ、うん、投資教育投資教育と言いながら、あ、ね、じゃあ、ね、その幼少からこう子供のからずっと大人になるまで、日本は投資教育をしてきましたかと、うん、してないですよ ね、 ないですよね。で今になってですね、こうマイナス金利とかですね、こう言い出して、貯蓄から投資だと、NISA を始めましたとか、ジュニアNISAだとか、うん、じゃあそれを、ね、どう運用するのとか、うん、入り口は出口はって教えてないじゃないですかって。全くわからん。そこが非常にこうまたなんかこう腹立ってきてるんですけど、こう感情がこう出てくるわけですけど、それがなかなかこう伝わっていかないっていうこの世界なので、まあ僕自身が、そういったことをこう、まあ、啓蒙すべく、まあ、富田塾っていう塾の形で伝えているというか。それで社会の流れもわかります。大体社会の流れは国の流れというか、なんて効果に、日経平均株価っていうのがあるん で、はい、あれも値動きありますんで、ありますね、あれで分かります。分かります。なるほど、はい、だからリーマンショックの時とか、はいはい、この年の初めの、ね、下げとか、うん、いろいろありましたけども、あれも株価チャートに出てます、うん、サインが出てます。売りのサインが出てます。売りのサインが出てる、はいはい、でアベノミクスが始まる時も株価チャートにサインが出てます。へー、だから僕らの感覚で言うとアベノミクスだから株価が上がったと思ってないです、うん、株価チャートが上がったから上がったと。で、ね、なんたらショックとか言いますけども、はい、あれはなんたらショックで下がったんじゃなくて、株価が下がったから下がるべくし下がってるんだと。あ、そうですか、はい、というふうに認識してます。あ、はい、なるほどなるほど、はい、幅広い年齢からの支持を受け2000名を超える卒業生を輩出してきた富田塾。多くの塾生と接する富田が普段心がけている点について聞いた。塾生の方はどんな方が多くて何人ぐらいいらっしゃいますか。はい、塾生はもうバラバラですね、うん、年齢でいうと20歳から80代、すごい、はい、さすがに90代はいないですけど、はい、80代、はい、までいろいろいらっしゃいまして、うん、でまあ、男女も別々なんですが、はい、まあ、共通点は株が好きだ、うーん、はい、好きだ好きだ、面白い面白い、でいわゆる株式投資の株じゃなくて、まあ、さっきも言ってましたけれども株価の値動き、
を見ながら株価のパターンですね、株価の値動きのパターンを見て売買するっていうのが好きな方が、そういう値動きをこう、ね、こうパソコンでじーっとこうにらめっこしながらやるパターンが好きな方、ちょっとマニアックですけども、値動きって分かるんだね、その変、僕らどこ見ていいか分からない。あ、そう、仕事みたいな、どれをどういうふうに見ればいいんだみたいな、あ、もうだ、形なんでパターンですよね、パターンなんですね、形、お受験、受験、はい、幼稚園児が小学校に行くお受験あるじゃないですか、 あの時に、左の図からと同じものを右の図から選びなさいという問題があるじゃないですか、はいはい、あれと一緒で株価も左の成功のパターンを見ておいて、じゃあ同じものは今現状どうですかっていう探しに行く、図形認識能力って言いますけど、はい、それをこう鍛えてもらうという、はい、そういう、まあ、訓練というか毎日のトレーニングはやっぱり大事ですか。はい、大事です。大事ですか。戦略戦術と一緒で、はいはい、パターンがあるわけですよね。ああ、だったら変えるかっていうような感じをベンチで話したりするんですけども、はい、そういうのあれですか。で、僕自身もサッカー、あ、そうやられたっていうしてましたんで、はい、小学校から高校ぐらいまでやってましたけども、うん、そうですか。そこの考え方とか、うん、スタンスとか、その勝負感っていうのがよく似てます。はい、だから、うん、そんな難しくないですよ。そんな難しくないですけども、まあ、簡単ではない。あ、まあ、難しくはないんで、ちゃんとやれば、うん、こう瞬発系の人がいいのか、はい、持久型がいいのか、せっかち系かゆっくり系かみたいな。あ、そういう人が。まじ、あの、じっくり系、じっくり系、ま、いや、ま、あの、謙虚な方、謙虚で横暴じゃない方、じゃあ守りのディフェンスタイプ、ディフェンスタイプ、そうですね、こう攻撃型はダメですね、攻撃型いけーはダメです、ないですね、いけーっていうのはダメです、ね、あらあら、はい、いけーかえっていうのはダメです、いけかえ、ちょっと待てよ、ちょっとこう客観的に見る方が、はい、後ろでこう見る感じですよね、あ、慎重にやっぱり大事なんだね、そりゃそうだよね、どんなことを心がけて生徒さんと接されてますか、はい、自分ももともとそういう悪い時期があったっていうのを踏まえて、その時の気持ちとか経験とか、じゃあどういうふうにしてこうそれを打開していったのかっていうことをいろいろこう具体例をいろいろこう入れながら接するように、してます。だからこう負け組の気持ちがこう常に分かるように、ここじゃなくてできるみたいな、はい、できるだけこういう目線で、いう付き合い方を、まあ、心がけてます。なるほどね。自らが切り開いた道を進み、投資家の未来をサポートし続ける富田浩介、そんな男が胸に刻んだ格言とは。株は儲けるものでなく稼ぐものだと、はい、いうのが格言です。はい、その稼ぐっていうよりね、はい、よりも仕事っていうような感じがするね、はい、仕事ビジネス、軽い考えではいけませんっていうね、ビジネスだっていう、はい、株をやられてる方って日本に何万人いるんですかね。それはもう分からないぐらいいますか。増えてることは確かです。増えてることは確かデータで、はい、こうあのインターネットの個人口座が増えてるっていうデータはあるんです、はい、あ、じゃあ絶対増えてきてですね。増えてますね。心にグッとくる話、ありがとうございました、今日はどうも、はい、ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。最近よく眠れない、理由は自分でも分かっている。そう、俺を苦しめているのは虫歯だ。ずっと放置していたらだんだん痛みが増し、現在はこの有様だ。しかも親知らずまで同時に痛み出し、まさに地獄。歯医者に行きたいが、近所のところは虫歯の治療はうまいが抜歯が強引で、小さい時とてつもなく痛かった思い出があり、なかなか気が進まない。仕方ない、まず虫歯だけ治療するか。
この男性のように歯だけでも複数の悩みを抱えている人たちも多いだろう。そんな中、どんな症状でも安心して治したいという人たちに救いの手を差し伸べる男がここにいる。医療法人社団菅則道理事長、歯科医師安本正文。安本自身が感じてすぐに動くという思いから名付けた医療法人社団菅則道。全国の歯科医師向けに経営や医療技術など各専門分野のスペシャリストを講師として招き、勉強会、通称安本塾を開催し、日本の歯科医院の未来づくりをサポートしている。そして院長として経営する柏の葉総合歯科では、総合歯科という名が示す通り、各治療の専門歯科医師を揃え、治療内容やプライベート室など患者のさまざまな要望に対応できるように画期的かつ独自の施設を備えているのだ。柏の葉総合歯科に総合とついてらっしゃいますが、はい、そうですね、はい、今まではその、まあ、内科さんがその内科の先生がおられて、はい、まあ、かかりつけやられと同じように、はい、ですから患者さんからするとお腹痛いという時は内科、はい、まあ、目がといった時は眼科にというね、うん、ご自身がこういうふうに動かなきゃいけないわけですよね。ところが総合病院に行くと、まあ、病院の中でこう動くことはあっても、はい、まあ、外で動くことはないですよね、うん、ですからしかも同じで、実はその歯科の中でも得意分野がありまして、うん、義歯だとか、あるいはインプラントとか、あるいは馬歯だとかってなった時に、あるいは小さい時の小児科ってなった時にですね、一箇所の歯科に行ったら全部できるのかって言ったら、ちょっとそこはですね、だんだん歯科の医療もこう複雑になってきましたから、やはり本当は専門の先生を揃えて、まあ、難しい症例は対応しましょうということで、まあ、そうですから、私がですね全部できるってことではなくてですね、それぞれの専門医が、まあ、きちっと、まあ、毎日いる人もいますし、まあ、月に何回っていう人もいるんですけども、うん、とにかくそういう形で全部揃えるということで、専門的医療を提供するということで総合歯科という形になってるんですね。こういうこと言えないですかね。そこ、やっぱり総合歯科さんでいらっしゃるということは、小さい時から、はい、で大人になってもその場所に住んでいれば、ずっとそこで一軒の、一軒って言いませんね、はい、その病院に通うね、同じところに慣れたところに通えるっていうことでもありますよね。そうなんです。実はですね、医科の中で、小さな時からですね、まあ、我々ゆりかごから墓場までって言うんですけども、一つの歯科医にカルテがたまるのは歯科だけなんですね。ですから皆さんは実は小児の時は小児科に行かれて、小児科の時のカルテは内科のありませんからね、あるいは耳鼻科のカルテはないですよね。ですから小さな時から総合病院行かないもんですから、実はですね、歯科は本当にゆりかごから墓場までずっとこう何十年の、まあ、だからもう古いからこんな分厚いカルテがあるんですよね。ですから本当はそこが医療の窓口になって、まあ、食べ物とかがありますから、そこで、まあ、調子が悪かったら実は歯科から内科さんですねとか、あ、それは眼科さんですねっていう風になった方が日本の場合にはねいいんですけど、なかなかそう、ちょっと我々もそういう風に対応ができてませんので、まあ、まずはそういう方向で地域の中でですね、まあまあ核になるようなそういう歯科学を作りたいということで、まあ、今回ちょっとやってみたんですね、はい、なるほどね、はい、だって歯ってほら生え変わるわけでしょ、はい、で、まあ、最後まで自分の歯でいける人と、ほとんどの方がね今度なんつうか入れ歯のね、はい、あれになってくるわけでしょ、一緒の付き合いだもんね。そうですね、うん、今でも、もう本当に虫歯はですね、欧米並みにもう撲滅させた世界になってまして、もう今はもうほとんどお子さんの中にはいないんですよ。ですからもう小児歯科の役割は虫歯を治すっていうことじゃなくて、実は、まあ、食べ物の関係で顎ちょっとちっちゃくなってるもんですから、その辺の歯並びのこともそうなんですけど、歯並びの前にそれで食べるっていうことですね、咀嚼だとか、あとは呼吸がすごい重要になってきまして、口がポッとこう開いてしまう、口ポカンって言うんですけど、そういう方がすごい増えてしまってですね、口で呼吸する方がすごい子供お子さん多くなったんですね。そうすると鼻はちゃんと鼻毛っていうフィルターがあるんですけど、口ないですから、そのままもう
感染してしまって病気になりやすいとか、もうそういうのばっかりになってきて、だから我々は実は小児歯科は虫歯ではなくて、食べ方とか飲み込み方とか、それから呼吸の仕方を教えるのが実は小児歯科にちょっとずつまた変わり、はい、内容も変わってきてるんですね。求められるものがね、はい、そうなんですね。なるほど。昔はですね、お母さんがお子さんに言うこと聞かないなら、はい、じゃあ連れてこいよって、もうなんか非常に、そうそうそう怖い場所でしたからね。そうなんです。そうなんですね。我々そういうふうな形で言われてたんですけど、今は逆にね、いやいい子にしてたら歯医者に連れてあげるわよぐらいの、まあそんなところにですね、歯科医院がこう行けたらいいなっていうふうに思うんですが、まだちょっと今、まあ、人気がこう非常に低いもんですから、行きたくないとこベスト3なので、ぜひそのうちにこう、まあここね、ディズニーランドさんみたいにね、行きたいとこベスト3まで行かなくてもベスト10ちょっと外れるぐらいにね、なんとか、ああいけた。先生が素晴らしいキャラクターな終わりになるからね、大丈夫だよね。本当そういう感じになれたらいいなということで、うん、そのためにはその、削ったりとかね、嫌な思いさせなければいいということになるので、うん、嫌な思いさせないためにはもっともっと早い時から来てくれればいいということになるんですよね。予防の段階からね。お客様の治療も患者さんの治療ももちろんですけど、学校での講習勉強会とかもされてるんですよね。まあ、そうは言っても少しずつ減ってきたといっても1億2000万以上いるわけで、うん、当院だけでねできるってことはもちろんないですから、うん、実はこういうその、まあ、地域のそれぞれ二次医療圏っていうんですけども、うん、以下の総合病院とか市民病院さんがあるようにですね、うん、ある一定の人口に対してかかりつけの歯科の先生と、うん、それから二次の総合病院と、まあ、歯科もですね総合歯科とっていうふうな、このバランスをですね、うん、まあ、全国に作れないかなということで、うん、まあ、そういうこう志のある先生方と一緒にですね勉強会を作らせていただいて、まあ、歯科医の経営ももちろんやらなきゃいけないもんですから、設備等々いろいろあるもんで、ね、ですからそういうことも踏まえて、まあ、今後の歯科医21世紀これからのですね、まあ、歯科医の全体像ってどうなのかっていうことをですね、まあ、考えながらちょっとやらせていただいてるっていうところですかね。続いては院内のセミナールームで行っている取り組みとその狙いについて。総合歯科 の機能としてですね、まあ、臨床という、まあ、治療の提供だけじゃなくて、まあ、人をこう伸ばす教育するということもあるんですよね。でそのために学校の歯科衛生士学校の実習受け入れ先になったりして、うん、まあ、臨床の現場を見せるということ、うん、それから勤務医の先生方ですね、まあ、立派な先生にこうどんどんなってくる、先ほど言ったように専門の先生、プロフェッショナルの先生来られますので、その先生の治療を目の前で見れると学べるという環境もですね、まあ、作るということがですね、我々でいう教育実習だね。そうなんですね。実際に現場なんだね。はい、まあ、患者さんとしてはですね、急になんか実習生みたいな、なんか不安になったりするんですけど、うん、そこはちゃんと我々にですね、はい、プロフェッショナルがいて、いやその見学や実習なんですよということでさせていただいているということですね。はい、それが院内にあるんですか。そうです、院内の中にね、はい、以下もやっぱ総合病院さんには看護実習生とかやっぱりいっぱいいますので、やはり二次の病院としてですね、その辺は、まあ、経営的には厳しいところですけども、それでもやっぱり役割としてはねしっかりしなきゃいけないところなので、次の、医療人を育てるためにもですね、やはり、まあ、頑張ろうというところ。先生も以前はそういう指導を受けて来られたんですか。いや、じゃあそういう時はそういうシステムなかったんですか。なかったんですよ。だからなんですか。はい、はい、ですから、まあ、変な話、まあ、非常に申し訳ないのは、うん、患者さんでね僕覚えてたってことになりますよね。一番最初の、レイさんなんでそうだけど、うん、国家試験取ったからってうまいわけでも何でもないもんですから、うん、やっぱりその当時もう20何年前にもなりますから、その当時の患者さんからすると非常に申し訳なかったというふうに反省も込めてですね、うん、これからの患者さんはねそういうことないように、歯科医もやっぱそれなり傷つくんですよね、自分できないのに。でもやっぱり患者さん何とかしてほしいって言われた時に、まあでも僕がやったから罰になっちゃったケースもやっぱりあるわけで、もう少し自分に技術があったりなんかすればっていうんですけど、そういう神の手みたいな人その何人もいるわけじゃないもんですから、だからやっぱりいろんな形でですねレベルアップを図れるような歯科医院が働きながらね働けるようなところがあっていいなと思ってます。気づきがねそこにあるになって素晴らしいよな。反省ばっかりで、いやいやだってプロフェッショナルでいらっしゃるからね、もう気づきがもうたくさんあるんだ、ね、ただ患者の歯を治療するのではなく、住むだけで健康になれる地域づくりに貢献したい、そんな思いから院内の施設に工夫を凝らし、来るのが楽しくなる歯科医院づくりを心がけているという柏の歯総合歯科。その院長、さらに医療法人社団菅則堂の理事長として、
全国の歯科医師たち、日本の歯科医療界を牽引する安本雅文が見据える今後の展望とは。今柏の葉というところにですね、まあ、今これ一つ作ってるんですけど、まだ日本で多分一個しかないんですよね。あの競技場の我々、そうですそうです、競技場の近くでしょ。レイソルド、はい、そうですそうです。ですからあそこの、まあ、恵まれた場所に私は出させていただきましたけども、これがやはりですね、まあ、全国にね、あのこう地域一つ常に広がっていただきたいというふうに思って、まあ、歯科医師の志のある先生方と、まあ、年に数回ですね集まって、うん、まあ、こういう形の歯科医の展開の仕方ができないかということで情報共有したり経営の勉強したり、あるいはネットワークを張ってですね、まあ患者さんも移動するもんですから、やはりそういうところもフォローしましょうということで、まあいろいろ考えてやってるんですけどね。まあまあまだまだまだ、あのこの病院もまあ始まって1年半2年目っていうことなんで、これからですね、はい、一歩一歩、はい、進んでいきたいというふうに。そうか、患者さんも移動しますもんね。そうです、そうです、ずっとそこにまあまあ、ね、いられたら幸せだけど、はい、まあ、そうか、それをフォローしていくと、はい、なるほど、なるほど、ね、やりたいですね、うん、最後になりますが、はい、安本さんの格言をお願いします。そうですね、やはり医療はですね、もう目の前にいる患者さんを今ある技術と材料でやらなきゃいけないんですね。ですから今感じたことでまず動くということが、先ほど言ったように僕、私の人生も反省してばっかりですけど、でもやっぱり動けば何か結果が出て、そこで また勉強してという繰り返しなんですよね。ですから医療人としてまた人間としてもですね、やはり感を感じたらすぐ動ける、そしてその代わりすぐ反省をしてまた改善する、これをですね今後とも繰り返していきたいと、そんな人生を送っていると思います。素晴らしいね、口の中からどんどん幸せが出てくるみたいなね、期待しておりますからね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さまざまな商品やサービスを本気でプロデュース、我々ナイツがあなたのご依頼に全力でぶつかります。どんな商品も必ずヒットさせます。毎週金曜夜10時30分はナイツのヒット商品会議室。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。ここでナイツのヒット商品会議室からのお知らせです。来る8月21日日曜日、南砂町ショッピングセンタースナモにて午後1時から番組公開収録をすることが決定しました。はい、お近くの方はぜひご来場ください。待ってます。待ってます。ビジネスブックコレクション。今、企業がブランド力を上げる理由とは何か。大手企業が数々の不祥事を起こしている中で、企業のネームバリューや事業規模だけでは安心・安全な経営ができる時代ではなくなってきている。今回のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら。今、企業がブランド力を上げる理由、思いを伝える企業ブランディング。この本を書いたのは株式会社イマジナの関野芳樹さん。日本企業や地方自治体、公共団体を支援し、日本人が築き上げてきた強みをブランドにして世界を舞台に活躍できるための方法を教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。